小学5年生の夏に実際に体験したお話なんですけど、私のおばあちゃん家が私の住んでるとこよりちょっと離れた田舎の方にあって、昔ながらの大きめの家屋なんですね。そこに親戚がめっちゃ集まって、お盆にみんなでご飯食べたり年末年始に集まったりするんですよ。私親戚はめっちゃおるんですけど、私自身一人っ子で、親戚に年の近い子が一人しかいないんですね。でそれがはとこの、ここではまあ A 子とするんですけど、 A 子は年も同じで仲良くて、よくおばあちゃん家で花札とかめっちゃやっててよく遊んでたんですけど、おばあちゃんから一個だけめっちゃきつく言われてたことがあって、水場に行くなーだったんですよ。過去に家で水に関する事故があったみたいで、この時詳しくは分からんかったんですけど、それ以来問答無用で川とか海に行ったらあかんっていうタブーがあったんですね。でもはとこの A 子はこの水場に行ったらあかんって決まりに対してめっちゃ不満があったみたいで、私は後から知ったんですけど、ある日誰にも言わずに川に勝手に一人で行って遊んで帰ってきたらしいんですね。遊びに行って1週間後に家で変なことが起き始めて、朝起きて下の階降りたら玄関にあるでっかい鏡が割れてて、割れてたことに対して大人らはどうせポポかエイコやろって感じで、私ら全然関係ないのに怒られたんですよ。怒られた後は何事もなくいつものようにエイコと遊んでたんですね。でもその次の日、朝起きたら洗面鏡が割れてて、そこから1枚ずつ毎日手鏡とか家にあるいろんな鏡が割れていくようになったんですよ。新しい鏡買っても朝起きたら絶対割れてて、挙句の果てに家の離れにある倉庫の古い鏡まで軒並み全部割れてたんですよ。そこでやばくないってなって、親戚がみんなでお話しすることになったんですね。その時私と A 子はもう寝ときって言われて、上の階で同じ部屋で一緒に寝てたんですよ。次の日朝起きたら、私が起きてパッて A 子見たら、 A 子がめっちゃ鼻血ドバドバドバって出てて、すぐ親呼んだんですけど、親来るまでの間 A 子のこと見てたら、 A 子の両腕両足にそれぞれ一本ずつ変な引っかき傷みたいなのがあって、でも熱いし鼻血出たんちゃうみたいな、足の引っかき傷は蚊に噛まれて自分で引っかいたんちゃうみたいな話になって、そんな話してた時におばあちゃんが化粧を変えて部屋入ってくるなり、あんたら蚊は言ってんよなって聞かれて、とっさに私怒られると思って A 子が言ってたで言ったんですよ。そしたらおばあちゃんが、あんたは部屋におりって私にすごい勢いで言った後に、 A 子だけ下の階に連れて行かれたんです。この時から A 子と私中3になっても未だに1回も会ってないんですよ。私詳しく聞いたらあかんのかなって察して、聞かずにずっと過ごしてたんですよ。でも去年の A 子一家がおらん親戚の集まりがあって、その時に思い切って聞いてみたんですよ。そしたら鏡が割れ始めたあたりで、昔からお世話になってるお坊さんに相談してたみたいで、お坊さん曰く鏡は霊が嫌うもんやから、もしかしたら誰かが連れて帰ってきてるんかもせえへんなって話になって、そんな話した直後あたりに A 子が話し出して、引っかき傷もあるもんやから確実に A 子が連れて帰ってきてるんじゃないかってなって、お坊さんに急いで来てもらって、とりあえずのお経を唱えてもらって、準備ができ次第後日しっかりお祓いしますわってことになったみたいで、次の日 A 子の引っかき傷が明らかに増えてて、前倒しでお坊さんに来てもらうことになったんですよ。お坊さんが行っただけではここまでならんから他に何かしてへんかって聞いて、そしたら A 子が河原で石持って帰ってきたって言ったんですよ。その後親戚みんな怒ってるっていうより泣き出しそうな重たい空気になったらしいんですよ。というのも私の住んでる地域では川には水難事故で亡くなった人の魂とか念が石に宿るっていう言い伝え的なものがあって、それ以来私が A 子元気親戚に聞いてもはぐらかされちゃうし、聞く話によると私が中学に上がるタイミングで遠くに引っ越してしまったみたいなんですよ。この前親戚の集まりに A 子のお父さんだけ来てたんで、私が A 子はって聞いたんですよ。そしたら体調悪くてママとお留守番してるわってそっけなく返されちゃって、その日の夜2階で寝ててトイレで起きた時に1階からひそひそ話す声聞こえてきたんで、階段の真ん中の方まで降りて盗み聞きしてたんですよ。そしたらあの子やっぱり体壊したみたいやわ、心ももうあかんみたい、ずっと入院しててお母さんもめいてしまって鬱になって、家ももうひっちゃかめっちゃからしくて、もうあかんのかなって聞こえてきて、私その時あこれ A 子のことなんやって察して、その後 A 子が生きてるのかどうか私わかんなくて、ここから自分の母親が A 子は聞かされてないから他の人に言ったらあかんよって内緒で教えてもらった話があって、実は A 子には3つ上のお姉さんがおって3歳の時に水の事故で亡くなったらしいんですよ。それがあってからおばあちゃんが水場に行くなって強く言ってたんですけど、 A 子が川に遊びに行ったのも石を拾って帰ってきたのも実はそのお姉さんに呼ばれて、お姉さんの念が入ってる石を持って帰ってきてしまったんじゃないかって思って、そこからめちゃくちゃ怖くなって
って、私の家でも今年の3月に鏡が割れたり、うん、私のお母さんに身に覚えのない引っ掛け傷ができたり、5月には親戚の方で全く同じ鏡が割れたり引っ掛け傷ができたりっていう話があって、まだこの話現在進行形で被害が出てるんですよ。私も水場には気をつけたいなって思ったお話でした。